始めるぞ。芸術を勉強しましょう。期末試験、この学いい出来だ。頭良くなってんだな。まあまあだ。まあまあ、まあまあか。芸術負けていこう。芸術じゃ 100目指すか。じゃあまだ曲がってんじゃない。曲がってはいるよね。まず移住をどうにかすることを。まずてか移住院、あんだけなんか威張ってる割には流れだな。頑張れば抜かせそうな気がする。そうね、まあでも誘っとくか。じゃあ23日がダメでも他の日にちがいけるかもしれない。これってまたこれ多分無理だよな。これまた同じ、やめとこうな。いける？え、これいけるの？え、これ断られたけど、え、いいの？え、あれ？俺が断られたよな、ここな。マジで？いいんですか？まあ、いっか。もしかしたら断ってくれたのかもしれない。私のために。これはじゃああれだな。様子を磨いていかないとまずい。そんなあなたのために俺は一生懸命かっこよくならないといけないと思うんだ。よしいいぞ。ガンガン磨いていこう。家に帰ろう。おめえか。覚えてもおめえから話しかけてもらって。今帰るの？そうだ。一緒に帰らないか。こいつなんだかんだあれだよな。一回もなんか、あんま断られるイメージがないんだけど。近所の公園？なぜ？今年も終わりね。なぜお前と俺はこんなとこにいなきゃいけないんだ。人生の目標があるからそれに向かうだけ。なんだ、何？何になりたいの？科学者か。もうそういうイメージしかないけどな。あいつは何なんだ一体。いや、たまに来るよな。何をしようかな。今日はじゃあ、あ、取れたらだろ。自分見分けをしなきゃいけない。あ、そうか、ないでしょ。まだもっと言ったら、もっと言ってしまえ。ってな感じで、よしいいぞ。よーし。芸術と、かっこよさ上げていこうじゃん、しばらくは。おお。なかなかいい感じじゃないの？やる気満々だな。今日は寒いね。大丈夫だよ。きっと どうにかなるよ。散歩でもしながら、ポカポカしようね。池の方で、一緒に泳ごうか。そうすれば、暖かくなるかもしれない。僕が突き落としてあげる。ドボーン！何すんだよ！ドーン！休んでいこうか。割といい印象。ちょっとはっちゃけてもいいのかもな。多少は。とても楽しかった。任せろ。任せたまえ。割と平和だな。ここのとこはしばらく平和に行けるかもしれない。クリスマスだ。またそれか。まあどうせあれだろ。断られんだろ。そうだ。相変わらずあれだな。お召し物じゃ、これかっこよさね、あれじゃないかな。関係してるんじゃないかな。なるほど。あ、じゃああれかっこよさあげればもしかしたらいけるかもしれんな。今年も一人でクリスマス。え？どっかで見たことがあるな。デジャブか、これは。これ大丈夫かな？来年こそはもうこれも2回目だからね。休みだ。まずかっこよさ上げてくれ。じゃあ、かっこよさと、何をしようか。とりあえずは、まずはこれ見ていこう。プラネタリウム。はいはい。クリア人数そのまま。何、何それ。何そのわけなあかんねん、あれは。じゃあプラネタリウム行こうぜ。それは、これは行くべきでしょう。もうそうだ。俺だ。ボラオだ。よし。12月か。初詣ね。おい、スケート行ってないな。
プラネタリウム行きたい。プラネタリウム。あ、でもスケートにすっか。スケートに最初行こう。多分プラネタリウムまだ空いてるべ。惜しいぞ。スケート行ってプラネタリウムだ。これは来たんじゃないのか。よし、じゃあちょっと自分を磨いていくぞ。勉強してないからなんかちょっと頭悪くなってきてるんだ。簡単だ。ちょっとガンガン開けようも。どうするかな。当たり前だろ。初詣行くに決まってんだろ。ガラスそうかな。若干誘いたい気持ちが。あるっちゃあるが、まあ、俺はそんなことやめておこう。あいつなら EST がね、いいわよ、みたいな。明けましておめでとうございます。暇かな。暇よ。初詣に行かないか。喜んで。喜んで、すごいな。時間かかると思うから、またあれががっつりやんのか。すごいよな。あ、でも近所ってのはいいな。おお。やりますね。割と空いてるね。いつも空いてんだな、ここは。前も空いたもんな。どうしよう。恋愛？ちょっと待って、これもう一回あるよな。これ本当にでも関係してんじゃないか、これ。どうしよう、学業じゃねえか。じゃあ学業行く。学業行こう。かなち信じよう。その恋愛で行くべきだったのか。次はじゃあ恋愛で行こう。秘密だって。何？お前まさか。おみくじか。さあ今日は、今日というか今年はどうなんだ。まあ、気合入れすぎたらないか。おりゃー、ライデンが大凶。しかも学業でなんかもう。まあ、ある意味ラッキーなんじゃないのか。知らんけど。大凶って。見ていいよ。全部使い切ったね。末吉。読めない。なるほど。その優しさってやつか、じゃあ。ほんとかや。大凶か。これって影響すんのか。そんなものは関係ない。俺は自分の海は自分で切り開くぞ。スケート場行って、そしてプラネタリウムだ。今来たところだから。おう、スケートとかもずっと行ってねえな。子供の頃行ったぐらいだよ。うまく滑れるの。卑怯ってどういうことだよ。こういうのちょっと卑怯だよね。とりあえずどっか一緒に練習しますわ。こんなもんだな。こんなもんなのか。これ運動能力上げればもしかして本当に滑るようになってんじゃないの。実はちょっと強気に言ってもよかったかもな。そういうこともあったのかもしれないね。よし、じゃあかっこよさ上げていくか。じゃあまあでも1年ごとにだいぶなんか能力値自体は上がってる感じがするから、まあとりあえずは、あ、まあとりあえずはここだ。100を目指そう。あ、ストレスやばいね。また乗れずなっちまう。でも一回休んだ方がいいか。そして、あ、でもやばい、もう1年しかねえぞ。もう1年しか時間ないから結構やばいんじゃねえか、これ。大丈夫かな。プラネタリウムに行きましょう。行きましょう。あ、やっぱ消えてるね。言っといてよかった。さあ行くぞ。ごめんなさい。なんたることだ。そして一回休もう。休むことも大事だ。おお。たまには死に帰ると思って死に帰るべきだ。毎日でもいいんだぞ。
使い抜けてる。結構やばいね。成人の日？成人の日ですか。とりあえずじゃあ、行ってみますか。よしよ。よしよ。俺の人生の悩みを聞いてくれ。そうだ。残念、その声は。家電の地雷だったな、本当に。特にないんだ。待って。評価は？なんかあんま、変わってないか。シュルさん変わってる気がするな。これマックスでも投げねえ。これは何なの？移住料。物好きなやつだな。キザキザ。何事かと思った一瞬。一体何をしたいんだよ。どういうことなんだ。何をしようかな。どれ寝るかじゃん。そんな情報だろう見て。プラネタリウム。プラネタリウム。ああ、でもあれだ、プラネタリウム。あとこれを見に行く。これは見たいだろう。よろしく。プラネタ見てちょっとまあ鍛えて行くって感じで行くか。しばらくはいいかもな。あとかもうすぐあれじゃん、バレンタインの時期じゃん。ついにバレンタインが来たぞ。これ楽しみだな、非常に。ごめんなさい。お前どんだけプラネタリウム来たくないんだお前は。あなたは一体どういうつもりなんですか。俺はもう不手にしよう。私は不手にします。おお、誰のことだ。お前か。そう、帰るお酒に。さようなら。あっさりしてんな。とてつもなくあっさり風味だったな。ではストレスやばくねえか。とんでもないぞ。何でしょうか。ほら、何回でも誘うと思うよ。もう、これでもダメだったら、プラネタリウムにも、もう絶対行きたくないっていう、彼女なりの意思表示なのかもしれない。そしたら俺はもう諦めるしかない。2月1日だ。プラネタリウムに行こうじゃないか。他なんもないもん。よし行こう。おお、来た。3度目の、来ましたね、ついに。まあ、ただこれで、ん？なんだ。こいつは何なんだ一体。何回間違えた気がするんだ。間違えてねえだろ。美味しい経験されてきたんだ。食べに行こうよ。誰にかけて、本当で。寝る。からの？おお、なんか久しぶりに誰か。謎の。3回目だぜ。結局何なんだ一体。よくわかんねえな。自宅前。早起きもいいな。おお、なんだなんだ。おお、珍しいな。早起きはサモート。あ、一緒に行ったんだ。めっちゃいいじゃん。いいですね。いいですね。青春じゃないか。青春だな。一緒に投稿するんだぞ。なんという素晴らしいことなんだ。おお。なかなかいい感じじゃないか。たんまりと語り合おうぜ、じゃあ。ロマンティックよね。7億年前の輝きなんだよ。綺麗だったね。これでいってみるか。バッチリ来たぞ。どうやったらもっと上げることができるんだ。もっとあれかガンガンやんなきゃダメなのか。もっと蓄積をさせないとダメなのかもしれん。ストレスもうちょっと寝るか。じゃあストレスすげえ溜まってんな。よし、寝たまえ。結構でも多くなってきたな。なんか君かい。あなたですか。そうだ。だから俺には大好きな人がいるんだ。
さようなら。あなたと一緒に帰るわけにはいかねえんだ。まあこんだけあれば十分だろ。何でしょうかな。電話をする。モーラーデートしまくるぞ。狂ったようなデートしまくるしかない。どうしようかな。公園行ってもいいし。11。ショッピングでもいいんじゃないのか。いや、ここは。じゃあ、遊園地行こう。ジェットコースター好きって言ったもんな。それで行こうぜ。用事とか。いいですね。楽しそうだな、こんななんかもう、めちゃくちゃ頻繁に出会えてなんかもう、なんか羨ましいぞ。羨ましいっつうか。何をしようかな。寝たから、じゃあ、とりあえずあれだ。自分磨きを始めましょう。そうだね、バレンタインの前だからな。これは非常に重要なことなのかもしれない。今日はジェットコースターでも決めてるからだ。君は何らかのはっちゃけてるから結構並んでんね。もうこういうの乗れなくなった。昔すげえ乗れたのになんかもう10回でも乗れたんだけどな。なんかもうほんとすぐ気持ち悪くなるもん。スピーカー最高だね。一緒に乗ってバッチリ。あ、これだ。遊園地もいいんじゃね。遊園地とショッピングはいいかもしれんな。なんとなく分かってきたぞ。だんだん流れが上がってきてる気がする。さあ、ついにバレンタイン。あ、土曜日か。あれ土曜日。あ、土曜日学校があった。あれか、学校がある時代か。バレンタインだね。全く甘えてしまうよ。あんな食い切れないだろ、だって。今年もあれだ。あの量だったらもうあれだ。1年でも食い切れないでしょ。またこのあれけ。いいんじゃないのか。すぐに困ってるの。半分持っててくれるのがいいよ、別に。いらねえよ。いつも見てくれたまえ。はあ、はあ、はあ、はあ。いい加減にしろ。いぎり立つすぎだろ、お前も。あれ？チョコレートあげる、もう。珍しい。しおりさん、お。お、何なんだ君は一体。何者なんだ。ただ実験台にしただけなのか。割とフレンドリーな気もするし。あれ。え。お。形が崩れてるかもしれないけど。ついに。ついに来た。恥ずかしくなかった。特別な思いを込めたチョコだから。それって来たぞー。これこのぐらいもらえばいい方かな。そうだ、このぐらいじゃないだろ。お前その一つのチョコレートに全ての思いを込めるんだ。分かったかね。ついに来たぞこれは。あそこで気を抜いてはいけない。そこで気を抜くんじゃないぞ。じっくりと考えていかないと。無難に回す。じゃあ金属のほうに行くかじゃん。よし、金属だったら行きやすいだろ。やばい、もうってかもう3年になるじゃん。2月だよ。やばくないか。じゃあとりあえず自分をどんどん磨いていこう。100を目指す。100、100で、バッチリ予定通りどう？なんだなんだ。うん。最高！お！かっこよくなってきたね！ありがとう。ついに来たぞ、これは。はっはっは。ついに来たぞ！じゃあ、ここでちょっと、黄昏れていこうか。夕日でも見ながら。好きな場所？スポーツマンさんあまり好きじゃない。ほう。あ、誰かスタジアム。スタジアムダメか。なんかあんまりそんな、まあ確かに反応薄かったもんね、ちょっと。じゃあ磨いていこう。
ガンガン磨くぞこれ。やばくない？どんどん上がってるぞ。てかやばいな。80だよ。ついに3月になってしまった。カラオケ、絶叫マシーン、うん、中央公園、桜が満開だ。中央公園行く？じゃあ桜見に行きますよ。俺の恋の桜も散らなければいけない。てれててあれこっちだっけ？中央公園。他なんかありますけど。あ、カラオケ、あ、カラオケ行ってえな。じゃあ中央公園行った後にカラオケ行くか。じゃあ。あまりカラオケって感じもしないけどな。なんじゃってまあいいでしょう。俺はその間に自分を磨き始める。会えなかったら、俺は彼女のために、俺はどんどん自分を磨いていくんだ。そしたら次に会った時のために、次に会った時にもしかしたら彼女はとても素敵だねって言ってくれるかもしれない。いいゲーだ、いいぞ。ゲートはダメだ。ゲートもちょっとあれだ、100にしてもらえんか。これ上がってんじゃん、上がってはいるじゃん。悲しいあれが流れてるけど、よしカラオケ行こうぜ。もうカラオケとか全く行ってないけど、昔はよく行ったもんだ。人からになんかめっちゃ払ったの、ハマったの。逆になんかあんまあれなんだよな。あんまなんか人とカラオケ行くのあんま好きじゃないから、ね、そもそも。気使うじゃん。なんだかんだ。待たなきゃいけないし、みたいな。でも一人で行ったらなんかもういくらでも歌い放題して、もう暴れ放題みたいな。そういった感じで行った時期もありましたね、私は。まあもう全然行かなくなったけどな。よーし、いいぞ。おう、バレンタインの貸しは、そっか、ホワイトデーか。返さないとな。特別に1個だけ貸したんだよ。特別のお返し？そんな決まってんだろ。特別ってよ。どうしたの？バレンタインのお返し。何あげたんだろうな。だって私、なんで、いいところで。慌てた。他の方たち返さなくていいのか。あいつだって毎年くれたのに、科学部のやつ、あいついいのかこんなんで。ちょっとかわいそうな人なあいつ何つか知らんけど毎年くれるからな。お、出ない、留守みたい。なに、留守時も、そういう時もあんのか。しょうがない、じゃあ俺は隠れてどんどん、なんだ、どうして来てくれなかった。え、え、あれ約束したっけ。プラドリーム、あれ、え、え、え、やってた、マジで。今見直したらやってたわ。カラオケじゃねえか。カラオケじゃねえか。これはやばいかもしれん。殺されるぞ、これ。殺されてしまう。一体どうなってしまうのか。またな。